今年になってからいろいろなことをやめて新しいことを始めましたまず夜遅くまで起きているのをやめて朝早く起きるようにしました今までは夜1時や2時まで起きていることが頻繁にあったんですがそれをやめました そして、今は毎朝6時に起きています。夜遅くまで起きていても、特に何もせずにダラダラとしているだけだったんですが、多分それが毎日の疲れの原因だったんだと思います。最初はちょっと大変でしたが、朝早く起きるようになってから、毎日あまり疲れなくなりました。そして、朝頭がスッキリした状態で日本語を勉強しています。 お酒やジュースを飲むのもやめました。昔は毎晩晩ご飯の時やパーティーに行った時にビールやワインを飲んでいました。そして毎日ジュースも飲んでいました。仕事がオンラインに変わって家にいる時間が長くなってちょっと考えました。多分お酒やジュースを飲んで家から一歩も出ないで座って仕事をしていたら 多分体に良くないと思いました。実際、在宅になってから少し太りました。外は寒いので、外で運動もあまりしたくありません。でも、不健康にもなりたくないです。ということで、今はお酒やジュースじゃなく、水やお茶を飲むようにしています。 もう一つは、人と比べることをやめました。今までは、割と人の成功や失敗が気になることが結構多かったです。でも、それに意味がないと気がつきました。日本語を一緒に勉強している友達が気づかせてくれました。大事なのは、周りじゃなくて自分なんだとわかりました。人のことばかり気にしていても、私には何の足しにもならないんですよね。 逆に、結構マイナスになることの方が多かったような気がします。だから、今年になってから自分が誰にどう思われているかを気にしないようにしています。そして、その代わりに自分が何をどうしたいのかをもっと大切に考えるようになりました。なので、今年はいろいろな意味でいい年になると思います。 最近、瞑想を始めました。朝起きてから5分ぐらい目を閉じてじっとしているだけです。友達がヨガの先生をしていて、集中力を高めたり、リラックスしたりするのにいいよ、と勧めてくれました。最初は、なんか変なやばいやつかなと思ったんですが、一度試してみました。そしたら、ただ目をつむって何も考えないこの5分間が、 すごく落ち着くな、と最近感じるようになりました。毎日いろんなことがあります。もちろん、いいこともありますし、悪いこともあります。ただ、情報が多すぎて、どうしたらいいのかわからない時もあります。だから、朝起きて頭がスッキリしている時に瞑想すると、なんか集中できるような気がします。 それを友達に言ったらとても喜んでいました。ヨガもしてみたらどうって聞かれましたが、それは無理です。と言っておきました。私は体が硬いのでヨガのポーズはできません。痛いです。一度別の友達とヨガをしてみたことがあるんですけど、痛かったので、痛い痛いと何度も言っていたら友達にうるさいわ。 と怒られました。なので多分私はヨガに向いていないんだと思います。だから、瞑想だけでも十分です。毎日大変なことがあっても気持ちを落ち着かせることができるようになりました。まあ、まだまだ私は初心者ですから、瞑想のことを偉そうに語れる立場にはありません。 でも、何か新しいことを始めるのは、いつも少し怖いです。でも、やってみると、別にそこまで怖いことなんてないんだな、っていうことに改めて気がつきました。ただ、今までしたことがないことだから、どうなるのかな、っていう不安が先に来るだけ。楽しいか楽しくないかはやってみるまでわからないんですね。若い時は、 何でもすぐにできている自分がいましたが、いろいろな経験をしていく中で、新しいものを怖がったり、めんどくさがったりするようになっていたのかもしれません。そうやって、貴重な経験ができる可能性を自分から避けていたんでしょうね。だから、今年からはもっと怖がらないで、新しいことに挑戦していきたいと思っています。 今、友達とオンラインで日本語を話す練習を週に2回ぐらいしています。はじめは週に1回でしたが、今月から回数を増やしました。理由は特になかったと思うんですが、多分お互いにもっと日本語を話したかったんだと思います。そして、いつもとても楽しいので、私はあまり勉強だと思っていません。 その友達はフィリピンに住んでいます。私はフィリピンに行ったことがありません。でも友達の話によるととてもいいところだそうです。いつかまた旅行できるようになったらその友達に会いにフィリピンに行きたいと思います。友達は フィリピンの大学で講師として働いています。それに加えて副業で英語学校でも働いているそうです。彼の生徒は日本人や韓国人が多いらしいです。それもあって日本語を勉強し始めたそうです。彼はとても頭がいいです。そして講師をしているぐらいですから教えるのがとても上手です。多分勉強も得意だと思います。 なので、私が日本語で何かわからないところがあるときはいつも彼に聞くようにしています。授業ではないので話しながら私がわかるまで教えてくれます。彼にとってもいい勉強になるそうです。毎回多分1時間から1時間半ぐらい話します。 彼はもちろん英語がわかりますが、私たちは日本語だけで話しています。私がわからないところがあっても日本語で聞くようにしています。彼も私の質問に日本語だけで答えてくれます。だから、お互いとても勉強になっているように感じます。私たちは二人とも日中は普通に仕事をしているので暇ではありません。でも、 忙しいことを言い訳にするのは好きじゃありません。お互いどれだけ忙しくても、どれだけ疲れていても必ず会って話すようにしています。きっと私たち二人は性格が似ているんでしょうね。これからも頑張って日本語で話せることをもっと増やしていきたいと思っています。 昨日友達と久しぶりに話しました。多分一年ぶりぐらいに話しました。たまたまメッセージアプリを開いていたら、その友達がオンラインだったので、メッセージを送ってみました。すると、メッセージが返ってきましたから、そこから少し話しました。私たちは大学の時の友達です。 ほぼ毎日会って一緒に勉強していたので仲間のような存在です。でも卒業してからは住んでいる国が違うのでなかなか話す機会がありませんでした。私たちが卒業してからもう少しで10年になろうとしています。その間本当にいろいろありました。それは友達も同じだったみたいです。 彼は4年ほど前から自分で学校を始めたそうです。学校とは言っても彼一人らしいです。彼は学生の時からずっともっとたくさんの人に英語を学んでほしいといつも言っていました。そしてその強い思いだけで学校を始めたそうです。何もない状態からたった一人で学生を集めて教材を作って、 英語を教え始めたそうです。すごく大変だったらしいのですが、なんだかとても楽しそうでした。諦めようと思ったことはないのと聞いてみました。すると、実際に何度も諦めようと思ったことがあるそうです。でも、学生の楽しそうにしている姿を見ると、諦めることはできなかったそうです。 ずっと一人だったらしいので、本当に相談できる人もいなくて、うまくいく保証もない状態で、4年間ずっと一人でやってきているのは本当にすごいことだな、と思いました。彼が言うには、毎日の小さいこと、一つ一つに大きな意味があるそうです。大きな問題でも、小さな問題一つ一つを解決していけば、絶対に何とかなると言っていました。 彼は学生の時よりもさらに強い人になっていました。私は最近簡単なことで何かを諦めることをやめました。そんな話をしていたらいつの間にか3時間ぐらい話していました。久しぶりに話したのに昔のように面白い話ができて本当に良かったです。 最近、友達の引っ越しを手伝いました。私の友達は、先月新しいアパートに引っ越す予定でしたが、いろいろあって今月になってしまいました。私は車が運転できるので、友達の荷物運びを手伝いました。その前に荷物の箱詰めも手伝わされました。友達は荷物がたくさんあって本当に大変でした。 物が捨てられない性格だそうで、持っているものすべてを箱に詰めていったら、箱が100個以上になりました。子供の時から集めていたおもちゃだったり、昔少し使っていた道具なんかが出てきました。本当に必要なのかと思うものまで出てきたので、箱に詰める前に確認しないといけませんでした。少しだけ物を捨てることができましたが、ほとんど捨てずに箱に詰めさせられました。 多分箱詰めに二日はかかりました。引っ越しはいつも時間がかかります。でも、私の友達の場合は、それより二倍三倍ぐらいかかります。荷物が多いだけじゃなくて、コロコロと気が変わるので、集中して一つのことができないんです。昔からの友達なので、 その性格はよく知っていますから、私がほとんど引っ越しの準備をしてあげました。その間、彼は私にサンドイッチやコーヒーを買ってきてくれたり、いろいろと面白いことを言ったりして笑わせてくれました。すごくいい人なんですけど、時々本当にめんどくさいです。小学生の時からの友達なので、もう最低でも20年は友達をやっています。ですが、 当時から私たちの関係性は全く変わっていません。不思議なものですね。しばらく会っていない時期もありましたが、やっぱり昔からの友達なので、時々会いたくなります。今回は引っ越しの手伝いでしたが、時々一緒にご飯を食べたり、お酒を飲んだりする時もあります。 お互い何でも知っているので、一緒にいて楽しいです。ただ、何か手伝わされるときは本当にめんどくさいです。そして、ものすごく時間がかかるので、私も心して取りかからないといけません。でも、友達も私が何か困ったことがあったら、すぐに駆けつけて助けてくれます。なので、持ちつ持たれつの関係なんだと思います。 昔はよく喧嘩もしていましたが、最近はもうお互いを知り尽くしているので、喧嘩をすることもありません。いろいろと面倒な時もありますが、こんな友達がいることはとても幸せなことなのかな、と箱詰めをしながら思いました。最近、朝早く起きるようにしています。今までも割と早く起きていましたが、 今はそれよりももっと早く起きています。大体いい8時ぐらいに起きていましたが、今は多分6時半から7時ぐらいの間に起きています。目覚ましを早い時間に設定しているわけではありません。むしろ目覚ましは使っていません。朝明るくなってきたら自然に目が覚める感じです。昔はそれから2度寝3度寝をしていましたが、 今はもうしていません。というか、それができません。理由はわからないんですけど、寝ようとしても眠れないんですよ。なので、ずっと寝ていても時間がもったいないので、起きるようにし始めたら毎日そうなってしまいました。 最初の頃はお昼過ぎぐらいにちょっと眠たくなることがあったんですが、今は日中も割と平気です。時々本当に眠い時は少し昼寝をするときもあります。仕事はずっとオンラインで在宅なので、仕事中でも自由に自分の時間を使えています。会議の合間だったり、仕事の区切りのいいタイミングで少し疲れていたらちょっと休むようにしています。 そうすると、起きてからまた頭がスッキリした状態で仕事に戻ることができます。オンラインでの仕事も慣れてくると本当に便利ですし、楽ですね。昼寝も15分から30分ぐらいですから、だらだらすることもありません。 夜は今までと大体同じ時間に寝ています。仕事が終わってから寝るまでの流れも大体同じです。最近は映画やアニメを見たりする時間が減りました。本や動画を使って勉強する時間も減りました。その分、日本語を使って何かを書いたり、誰かと話したりする時間が増えました。音楽を聴く時間も増えました。 夜、仕事が終わってから音楽を聴くといつもより少しだけ気持ちが落ち着くような気がします。今はアプリがおすすめの曲を探して再生してくれるので、とても面白いです。どうしてここまで私のことを知っているんだろうと思うと少し怖くなってしまいますが、まあそこはあまり考えないようにしています。 最近、なんだか毎日楽しいです。仕事は今まで通りというか、今まで以上に大変です。なかなか成果も出ませんし、頑張っているからといって、すぐに結果が出ているわけでもありません。なので、前以上に仕事をしたとしても、前以上の結果はまだ出せずにいます。でも、もしかしたらそれが楽しいのかもしれません。 人間なので、やっぱり何かがうまくいかなかったり、すぐに結果が出なかったりすれば、もどかしい気持ちになることってあると思うんですよ。でも、そういうもどかしい気持ちって、これから何かをしようと思ったり、目標を達成しようと思ったりする原動力になると思うんですよ。 昔だったら苦しくて辛くて毎日文句ばっかり言っていたと思います。でも今は割と割り切っているというかしょうがないと思えるようになってきました。ずっとジャンプはしていられません。ジャンプをする前にはどこかでためが必要なんです。もっと高く飛ぶためにはもっと長いためが必要なんです。 それが今なんじゃないかなって私は思っています。ここで諦めるのは簡単です。でも、多分ここで諦めたら今のためが無駄になってしまいます。そして、ジャンプもせずに終わってしまいます。それは絶対に嫌です。きっと将来に後悔を残すことになってしまうからです。 今までそんな風にして諦めたことは何度かあります。でも、もう諦めることはしたくありません。今私がしている仕事は、たくさんの人に喜びや幸せを届けられる仕事です。本当にやりがいのある仕事なんです。だから私が頑張れば頑張るほど、より多くの人たちに私たちの思いが届けられるんです。 今やめるのは簡単。やめないのは辛い道なのかもしれません。でも、辛い道を経験すれば、いつかきっと、それはそれで誰かの役に立つ日が来るかもしれません。そして、同じように辛い道を歩いている人の気持ちが少しでもわかるようになるかもしれません。私はそんな人になりたい。だから、 今辛いのもきっと成長の過程なんだなと思えるから毎日が楽しいんだと思います。今月はなかなか大変な月でした。びっくりするぐらいいろいろなことがありましたし、びっくりするぐらい何もなかったです。私は今年から新しい仕事を任されています。 これは今まで私がしたことがない仕事です。そして、いつもは一人で仕事しますが、この仕事は違います。チームで目標を達成しないといけません。今までチームで働いたことは何度かあります。でも、今回の仕事に関しては、私がリーダーなんです。それがびっくりするぐらい大変なんですね。 私が思っているようにいかないことばかりです。なので、がっかりしたり、イライラしてしまうこともありました。でも、それと同様に、嬉しくなったり、幸せを感じたりすることもありました。同じ会社の人間であっても、他人は他人です。 私の思った通りには動いてくれませんし、動かしちゃいけないんです。いろいろな人間がいます。だから、いろいろな人のいろいろな考え方や能力がうまく混ざってチームは強くなります。そして、みんなそれぞれ才能がある。できることは一人一人全く違う。リーダーとして、それがちゃんとわかっているかいないかで、 チームの強さは変わってきます。そんなことを私はこの経験を通して日々学んでいます。私が思うやり方が唯一の方法ではないんです。メンバーの意見や提案に耳を傾けて、みんなで考えるやり方が一番なんです。ちゃんとみんなと話し合う機会を持って、 色々な考え方を認識して受け入れる。チーム全体でそれができるように調整をするのがリーダーの仕事なんだ、と最近強く感じるようになりました。そして、メンバーそれぞれが持つ仕事への熱意を大切にしないといけないな、と感じました。一人でやるのとチームでやるのとは全く異なります。別のメンバーがいるからこそ、 私が考えもつかないようなアイディアにも出会えました。自分が正しいと思っていたことだったり、絶対に間違っていないと思っていたことも、もっと良くなる方法がある。でも、それは一人では絶対にわからない。仲間がいるからできること。今月は、この仕事を通して色々なことを学べました。 3月は本当にいろいろありました。仕事でいろいろとお世話になった人たちに別れを告げないといけませんでした。今は世界がこんな状態ですから、ちゃんとした送別会もできなくて、メッセージと電話だけのことになってしまいました。私はお酒を飲みませんから、飲み会はなくてもよかったんですが、 ちゃんと会って、ありがとうございますと、さようならを伝えたかったです。長い期間一緒に働いてきた仲間なので、こんな終わり方になってしまったのは残念です。でも、ちゃんとメッセージで私が言いたいことは言えたので、それは良かったと思います。もう会えなくなるのは本当に寂しいですが、 私は私で前を向いて進んでいかないといけません。3月は別れの季節です。でも、出会いの季節でもあります。誰かと別れるのは辛くて悲しいことだと思います。でも、それがあるから新しく誰かに出会うことが楽しみになりますし、 その一つ一つの出会いに感謝もできるようになると思います。その中には人生を変えるような出会いもあるはずです。なので、3月を別れの季節だと思って悲観的になる必要はありません。むしろ、その出会いにも感謝して、その別れを糧にして次のステージに進んでいけばいいんだと思います。そうすれば、 新しく出会った人をもっと大切に思えると思います。私はこれまでいろいろな国に住んできました。なのでたくさんの別れを経験してきました。今までは別れが嫌で嫌で仕方がありませんでした。やっぱり悲しいじゃないですか。でも、 最近はそれが少しずつ変わってきました。もちろん誰かと別れるのは悲しいです。だけど一緒に過ごした時間は消えないんです。楽しかった時間や幸せだった時間はずっと私の中に残っています。だからもう会えなくなるとしてもその記憶は消えることはありません。そして またいつかどこかで会えるかもしれません。それは誰にもわからないんです。ずっと後ろを向いていてはいけません。私たちは前を向いて前に進まないといけません。最近またちょっと寒いです。先々週ぐらいから少しずつ暖かくなってきたと思っていましたが、 また気温が下がり始めました。風が少し強いですから、そのせいで寒く感じているのかもしれません。私はもうヒーターを片付けていますから、部屋が少し寒いです。でも、厚着をしたり、靴下を履いたりすれば、ある程度問題はありません。それでも寒いですけどね。でも、 この一週間はそんなことを言っていられないぐらいしないといけないことがたくさんありました。ついにパソコンが壊れました。ここ二週間ぐらいで3回か4回ぐらい直したんですが、もうそれもできなくなってしまいました。もう完全にダメみたいです。12年も使っていますからね。 仕事をしながら何時間もかけて頑張っていろいろなことを試してみました。うまくいきそうな雰囲気が全くなくどうしようもできない状況になってしまいました。私も他にしないといけないことがたくさんありましたからそればかりに時間を割くこともできませんでした。丸一日かけて直そうとしましたが無理でした。なので、 とても残念ですが、現状できることは何もないので、とりあえずそのままにしておくことにしました。悲しい気持ちももちろんありますが、今はとても感謝しています。12年前に私の元に来てから、私の生活の一部として、ほぼ毎日一緒に働いてきました。 いろいろな国にも一緒に行きました。たくさん本やレポートを書いたり、動画を見たり作ったり、音楽を聴いたり、友達と話したり、本当に私の生活のすべてがそこにありました。直しているときにそんな記憶がいろいろと蘇ってきました。もう今は動きませんが、 一緒に過ごした記憶はずっと私の中にあり続けます。またいつかどこかのタイミングでちゃんと直してあげられる日が来るかもしれません。今は何が起きているのかわからないのでその可能性もゼロではありません。なのでこれはさようならではないと思っています。私はまた会う日まで だと思っています。その日までゆっくり休んでほしいと思います。今まで本当にありがとうございました。昨日、やっと長い間取り組んできたプロジェクトが終わりました。初めて私がリーダーを務めたプロジェクトで、本当に大変でしたが、 とても大切なことをたくさん学びました。今までは私はリーダーの決めた仕事を全力でするだけでした。自分の仕事だけを考えればよかったので、仕事が大変なだけで自分のことにだけ集中できていましたので、楽といえば楽でした。でも、今回は私がリーダーでしたから、今までとは全然違いました。 自分のことだけじゃなくて、チームのメンバー一人一人や、チーム全体を考えないといけませんでした。私一人が頑張っても、チームがうまくいかないと、何も意味がないということがわかりました。チームのメンバーも、一人一人考え方が違うので、それを理解して進めていかないといけませんでした。 はじめのうちは本当に大変でした。誰も私が思っているようには動いてくれないし、私が仕事をするように仕事はしてくれませんでした。それもそうですよね。私はみんなと違うし、みんなは私とは違うんです。最初はそれがわからなくて、イライラしてしまったり、がっかりしてしまうこともありました。時には、 言わなくてもいいことを言ってしまったり、しなくてもいいことをしてしまったりもしました。でも、プロジェクトを進めていくうちに、だんだんとわかってきました。一人一人違うから、一人一人個性がちゃんとある。その個性に合わせてチームで仕事をすればいいんだと気がつきました。 私にできることは私がする。そして私にもできないことがあります。それをチームの他の誰かがする。そうすることでお互い助け合いながら仕事をすることができます。みんなが私と同じように同じ仕事をする必要はないんです。逆にみんなが違うから一人でするよりももっといい仕事ができるんです。 それを理解できたことが一番の収穫です。そして、プロジェクトもうまくいきました。本当に嬉しかったですし、それをチームのみんなと一緒に共有できたことは、これから先ずっと忘れることはないと思います。チームで何かをするときには、ちゃんとメンバー一人一人を見て、メンバー一人一人と対話をして、 お互いがお互いを理解して、お互いを受け入れ合うのが何よりも大変で何よりも大切だということを私は学びました。それを忘れずにこれからも頑張っていきたいと思います。今年に入ってから本当にいろいろありました。まだまだ世界がこんな状態ですから、 昔のように、どこかに行ったり、誰かに会ったり、何かをしたりするなんてことはできていません。それでも、毎日が辛いかと言われると、そうでもありません。テレビやネットで文句を言う人たちを見ることがあります。その人たちの言いたいことはわかります。今が辛いのはみんな同じだからです。でも、 文句ばかり言っていてもしょうがないと思うんです。実際、文句を言い続けたところで問題がなくなるわけではありませんし、逆に気持ちが暗くなって余計に今が辛くなると思います。だから、文句を言っている暇があるのなら今できることを探して、 それに全力で取り組んだらいいんです。負の感情や負のエネルギーばかり溜め込んでいてはダメだと思うんです。どうにかしてそういうエネルギーをプラスの方向にできないか、そんなことを毎日考えながら生きています。私の場合はそれがたまたま日本語だっただけです。今年に入ってから、 今まで以上に日本語を勉強して、今まで以上に日本語を使う生活をしています。そして、世界中に新しい友達もできました。今、旅行には行けていませんが、私の視野は確実に広がっています。それが日本語でできていることがとても嬉しいです。自分がここまでできるとは思っていなかったので、また一つ進化できたのかなと思っています。 今の状況がいつまで続くのかはわかりません。でも、そんなことを考えている暇があるのなら、私はもっともっと自分を成長させていきたいですし、成長していくつもりです。